それじゃあね、今回は演習問題10番のね、回答解説をしていきます。まず、問1番。問1番はね、穴埋め問題。でね、まあ、穴埋めの回答はこんな感じです。まあ、そんなにほど大したような穴埋めではないです。まあ、一つね、ちょっと押さえてほしいのはね、この遺伝的符号。ね、遺伝的符号。こいつね、用語説明ね、聞かれたりすることあるんでね、こいつ用語説明できるようにしておきましょう。ね、自分のね、言葉で今までにね、用語説明、もう自分でね、できるように作ってたよーっていう人は、それでいい。ね、それで、ね、まだやってないよーって人はね、まあ、せっかくね、ここの問題のところにね、これ遺伝的符号のね、説明のようなことが書いてありますからね、それね、拝借しちゃいましょう。どの部分かね、読んでみると、表現型の変化に現れない DNA の塩基配列や、あ、場所言ってないですね。問題文にね、ローマ数字の1番、2番とあって、2番の方のね、上から3行目のね、後ろの方にね、表現型の変化に現れない、DNA っていうふうに書いてありますよね。そこからです。表現型の DNA の変化に、現れない、表現型の変化に現れない DNA の塩基配列の違いや、自然選択を強く受けない遺伝子、があるのところを飛ばして、これらというところも飛ばして、で、まあ、その先言ってた、全く受けない、強く受けない遺伝子の頻度は偶然によって集団の中で変動するっていうのが遺伝的不動のことです。ね。そうですね。その言葉ね、借りて、まあ、遺伝的不動のね、説明しちゃえばいいかなと思います。ね。はい。で、次、問2番行きましょう。問2番、問題文読んでみると、下線 A の自然選択説は複数の要素から成り立っていると。その一つは生物はたくさんの合本が、この性質は、この性質にはばらつきがある。ことで、もう一つは、形質は次世代、次の世代に伝えられることである。で、他の要素を35字以内で修正ということですね。はい。自然選択説のね、複数の要素。ね、複数の要素って書いてますけどね、これ今1、2個上がって、もう一つ何かって聞いてますからね、全部3つなんですね。これ3つ、もうね、端的に表すことを覚えちゃっておきます。覚えておきましょう。もう、覚えておきましょう。ね。1個目ね、遺伝性。遺伝性っていうのはね、この問題文で言うとね、もう一つは、って本の方でね、形質は次の世代に伝えられるってやつですね。これ遺伝性。ね。で、もう一個。次はね、遺伝的多様性。ね、遺伝的多様性はね、一番最初に言ってる生物の、生物はたくさんの項目が、この形質にはばらつきがあるってやつが、遺伝的多様性。ね。で、もう一個が、適者生存です。ね。適者生存。ね。ね、生存競争にね、勝ち抜いたやつがね、生きていくんですよ、生き残っていくんですよ、っていう適者生存。ね。その三つ。ね。遺伝性、遺伝的多様性、適者生存。ね。この三つ。ね。は、がね、自然選択説のね、要素なんだなーっていうことは押さえておきましょう。で、今回書かれてないのは適者生存なんでね、それについて書いていけば OK ということです。ね。に、回答を書いていきます。ね。生存競争、の結果、ばらつきのある形質のうち、環境に、適応した答えが生存するね、適者生存ですね。はい、そいつを書けば OK ということですね。はい、じゃあ次、問3番ね、問3番ね、まあこいつら問3番ね、 B と C ありますよね。こいつは知識問題ですよね。一瞬ですね、これね、B、C それぞれね、主文化、主文化を引き起こすね、隔離機構をそれぞれ感じで修正ということです。 B の方が何かなって言ったらね、島にね、南アメリカ大陸から渡ってきた祖先が、環境の異なる島々に住み着いたということですかね。島々に住み着いた。で、まあこっちの方ちょっとなんかわかりにくいんでね、後ろの方のね、C の方はね、その後別の島のフィンチ、ロイが出会っても交雑することがなければ、それぞれは物流種として存続するってことですね。こっちはわかりますね。こっちすぐ一瞬です。もうこっち、生殖的核ですよね。C、生殖的核。ね。ってことはもうね、その生殖的核がね、ね、一緒にね、対になって覚えとかないといけないって言ったらね、生殖的ですね。的なんで。生殖的核。ね。
これともうセットで覚えとかないといけないやつはもう地理的限りですよね。それぞれ別の島々に住みってことで、ね、島同士でね、隔離されてれば、ね、地理的に隔離されてるってことで地理的隔離ですね。隔離、ああやべやべ、今日ねだいぶきつい、地理的隔離ってことです、ね、この C をもうちょっと右に持ってみますか。ね、B の方は地理的隔離、C の方が生殖的隔離ですね。まあ全然大したことないです。ね、じゃあ次行きましょう。ね、ここからですね、図2を見ると、と4番、図2を見ると、1977年、矢印 A の A の部分もこれなんか丸印になってないですね。まあ別にどうでもいいんですけどね、丸印、まあ丸でも、A の周りに丸でもしておいてください。ね、矢印の A の前後で、くちばしの大きさに変化が起きている。1976年から1981年の出来事に関する以下の、丸1から丸5の記述の中で、不適切なものを選び、それ、すべて、不適切なものをすべて選び、番号で答えようということですね。はい。こいつね、まず考えるときにね、図の2を考えてるわけですからね、このくちばしの大きさの指標がね、なんか、途中で1977年でね、ビヨーっと上がってるわけです。ね。これね、どういうことが起こってるかってことを考えてるんですね。これね、くちばしの指標、平均値って書いてありましたね。平均値。ってことですかね。まあ、例えば縦軸にね、個体数を取って。あ、これ別に皆さん書かなくていいですよ。ね。まあ、最初こんな感じの正規分布。ね。こんな感じ。ね。真ん中の形質が一番多いみたいな感じになるはずですからね。こんな感じになってたんです。ね。こんな感じになってたんだけれども、で、平均の値がね、ここだった。平均の値がここだった。ね。ここの部分の値だった。でも、ね、ここの値だったんだけど、何かが起こって、何かしら起こって、平均値が上がったわけですよね、ここに。上がって、結果的に、正規分布が、こんな感じに変化したわけです。ね。こんな感じに変化しちゃったわけですよね。正規分布のね、ちょうどこの一番ね、多いところが平均な感じですからね。平均がここにね、移動したんだったら、正規分布がこんな感じになってますです。ね。こんな感じになって、こっちがゼロみたいなね、ことになってしまった。ってことですよね。まあ、こういう状況になった。で、なんで起こったのかなーってことを考えるわけですよね。そしたら、まあ、この辺の、こっち側のやつらね、死んだってことですよね。ほら、いないってこと、死んじゃった。ね。死んじゃったってことです。ね、死んじゃったってことは、なんで死んじゃうかなーって言ったらね、ご飯食べれないからですよね、普通に考えて。ね、ご飯食べれなくなったらね、食べ物なくなって、皆さんガチです。ね、みんなガチ。ね、もう、天国に行っちゃうしかありません。ね、なんでね、こっち側の人は、こっち人じゃないですね。こっち側の鳥たちはね、こっち、ここじゃない。このね、正規分布、赤色をね、書いた新しい正規分布に含まれない領域のね、くちばしの大きさを持つ、あ、横軸の大きさってなかったですね。横軸、くちばしです。ね、くちばしのね、の大きさを持たない、ね、個体がね、木の実食べれなくなって、で、残念ながら、この世に去ってしまったってことです。ね。ってことがね、わかれば、ね、図の2からね、こういうふうに、ちょっと、まあ、こういう図を書いてくださいってわけじゃないですけどね、そういう感じのね、解釈が、ね、できれば、ね、もうこの問い合わせもらったもの同然です。ね。問い合わせね、まず丸1番。丸1番は1977年に、種子の量が減ったため、大きな種子しか利用できず、かなりの個体が死亡したので、個体数が減少した。ね。平均値がね、大きい方になりました。ってことはね、この、皆さんね、こっちからね、こっちから赤色の正規分布に属さないね、領域にいるようなね、鳥たち、この辺の鳥たちは、残念ながら、木の実食べれなくて、たくさん死んだ。ね、たくさん死んだらね、この辺、もともと平均のところ多かったわけだから、この多かったところのね、数が残念ながら減っちゃうわけだから、ね、そしたら個体数ね、一気にね、全体の個体数は一気に減るはずです。なんですからね、丸一番は、OK、ね、正解。ということで、今回間違ってるやつ選べですからね、こいつは選択肢から外れます。ね、じゃあ次、丸2番。丸2番、1977年には大きな種子を食べざるを得なかったので、まあ、ここまで OK ですね。食べざるを得なかったんでしょう。で、食べざるを得なかったので、おのおのの個体のくちばしが大きく発展、じゃあ、くちばしが発達して大きくなった。はい。そんな4年でね、発達したりしますかって話ですね、急激に。ね。4年でくちばしが一気にね、そんな発達したりもしないです。ね。
コナンはね、もともとね、大きかったやつらがね、くちばし大きかったやつらが、適者生存、ね、さっき言った適者生存ってやつでね、生き残っただけです。ね。なんでね、この発達しての部分が×になるわけですね。ということで、1個目、答えはね、丸2番で、どこが×なのかなって言ったらね、発達してっていう部分が×です。してっていう部分が×になってると。で、次。丸3番。丸3番、1977年の前後で、くちばしの大きさを求める遺伝、求めるじゃない。大きさを決める、遺伝子の頻度に変化があり、この間に小進化が起こった。ね。まあ、こっちかいね、の大きさにね、全体がシフトする。ね。こういうね、パターン以外にもね、一つは、もう一つにね、こういうパターンもね、別に、元のやつがこんな感じにいて、こいつがそのまま、こっちにシフト。ね。ね、こんな感じにシフトすればいいですよね。個体数、縦軸個体数、横軸くちばしの大きさで全体的に右側にシフトした、ね、全体的に右側にシフトしたっていう考え方でも別に問題はなさそうです、ね、問題はなさそうなんでこれはね別に丸三番は OK、ね、先に1個こんなことを考えたけど問題文からね、問題文、選択肢からね考えられるのであればね、こんなこと、こういう状況がね、考えられるのであればね、それも正解です。なんでね、丸3番は正解。ということで、答えには入らない。ね。で、次。4番。丸4番は1978年から80、1981年まで、くちばしには大きいままであったと。で、これはくちばしの大きな個体が、大きな親がより多くの子を残したためである。まあ、これはそりゃそうですね。大きな、くちばし大きなね、親の子供、親のね、親から生まれたね、子供のくちばしの大きさは大きそうですね。なんでね、丸4番、丸です。ね、で次、丸5番。丸5番、1981年には、81年には、くちばしは、平均的に大きかったが、その個体間のばらつきは、環境変異のために、1976年のくちばしの、大きさのばらつきと同程度であった。ね。はい。さて、それ本当でしょうか。ね。そんなこと、ありるのでしょうかですね。さっき、ね、こんな感じにシフトする。シフトじゃない。こんな感じにね、平均値が変化したんだったら、こんな風にね、もともといたところ、もともといたじゃないですね。もともとね、正規分布がね、こんな感じに黒ではあって、で、なんかね、環境変異が起こった結果ね、赤色の正規分布になったというね、話しました。ね、こんな感じになってるはずだって話をしましたね。こうなってるってことは、ね、最初、もともとね、黒の時がね、黒の時が1976年ですか ?76 年のような状態。ね、76年のような状態で。で、次、これ、さっき赤色書いたのは1977年の状態をね、想定して書いてますからね。1977年の時点で河川じゃない、矢印、あーのような状態になってるわけだから、このくちばしの大きさがね、右上がり、大きくなっていくっていうのはね、まず経過段階です。ね、経過段階でこんな状態になってるんだから、まあ、それが3に進んだらね、まあ、これをもっとね、右に寄ったりとかね、するような感じになるはずです。ね。なんでね、まあ、これでね、このまま見て、全然これでもね、比べられる。これで比べていきましょう。ね。ねえ、こいつね、この黒色、くちばしの大きさの幅、ここからここまでです。ね。バラつき、こんな感じですね。こんだけの幅に、いろんなくちばしの大きさのやつらがいます。ね。一方、ね、赤色の方はね、この範囲にしかいません。ね。で、どっちの方がくちばしの大きさのバラつき大きいですかって言ったらね、それは元のやつの方が大きいですよね。元の一番最初の76年の状態のね、時の方がね、くちばしの大きさのばらつきが大きいはずです。ね。77年の状態でこうなんじゃないからね、76年の時の方がばらつきが大きいです。ね。ってことだから、ね、丸5はね、これ逆ですよね、書いてあることはね。大小のね、ばらつきが逆ってことですからね、逆なことを書いてありますから、これ間違いですね。ってことで、丸5番も回答のうちの一つになって、丸5番。で、そこね、なんか右から矢印書いてね、1976年の時点のばらつきって書いてて、まあ、この第9に入れておきましょう。記号、第9ね、第9。ね。で、1981年のばらつきってことですね。
まあそんな感じ、ね、まあ全然ね、まあちょっと考えたらね、分かるようなことです、ね、このばらつきね、ばらつきっていうね、これ、このね、概念ね、押さえておいてほしいかなと思います、ね、はい。で次、問5番。問5番は、図2に示した、1977年、矢印は、またここも丸印になってないですね、矢印はの前後、および、1982年、矢印 E 以降の、周囲のくちばしの大きさの変化を、変化から類推し、図1のように、島 A において周囲のくちばしの大きさが B、島 B より大きかった理由として最も適切なものを1から4から選び、1つ選び番号で答えようということですね。はい。まず1個目、選択肢の丸1番。周産との、食物の、食物をめぐる競争に勝つため、ね。カスタメやったらね、カスタメって書いてて、図1見てみると、くちばしの、ね、大きさとしては、周3よりね、小さいですよね、明らかにね、サイズが小さい。ね、サイズが、くちばしの大きさが小さい。ね、例えばね、ある同じ機能、ね、取り合おうと思って、取ろうと思ってね、周2のね、ピンチとね、周3のピンチが行きました。ね、ピンチ、周3、周2のピンチと、周3のピンチが行きました。あ、くちばしの大きさを反映させて文字の大きさ変えますか。ちょっと ねこいつら同じ木の実を取ろうとしました。木の実なんかどら焼きみたいになっちゃいましたけど、木の実です、ね、木の実を取りに行こうとしました。じゃあこれこいつら取り合いましょうね。同じ大きさの同じ木の実ね、目指していったら取り合います。取り合って、その時、喧嘩する、ね、取り合うとしたらね、それは競争ですから、喧嘩しますからね。戦います。戦った。仮に戦うんだったら、こいつら、戦って、どっちが勝つかなって言ったらね、くちばし大きい方が勝ちそうじゃないですか、普通に考えて。くちばし大きい方が。くちばしね、武器にして、ツン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 とつついてね、ちっちゃい方のね、フィンチね、めちゃめちゃに、ずっとずっとつつきまくってね、最終的にこの小さい方のフィンチね、小さい方のくちばしの大きさの小さい方のフィンチ、丸に、丸フィンチ、周囲の方ね、あもうダメだ、やめようと思って、これ、ピロピロピロって他のとこに探しに行くはずですね。ってことですから、今度はね、競争してね、周囲がね、勝つようなね、状況になると考えづらいですね。ということで、選択肢の丸一番は×になるんです。ね。それで×。ね。×で、それで×で決めると。で、次。選択肢の丸二番。周一との、食物をめぐる競争を避けるため、ね。先ね、まだ、さっき言ったように、まだ同じようにね、まあ、周一と周二がいて、くちばしこっちの方が大きいわけですね。くちばしこっちの方が大きくて、同じ木の実取り合うんやったら、またさっきと言った通りね、くちばし大きい方がね、戦闘したらね、戦ったら勝ちそうです。ね。なんですからね、避けるためって別に避けなくてもね、こいつは別に全然避ける人じゃないですね。こいつは避けていく人じゃないはずです。なんで、ね、こいつね、そのね、選択肢の2番は×。ね。ってことです。はい。じゃ次、選択肢の3番。選択肢の3番は、周3との交雑が、頻繁であったから、はい。さっきね、周1、周がね、主分化してね、最終的にね、こいつら、荒廃したりしませんよ、みたいな話書いてありましたよね。なんでね、この周3との交雑が頻繁であったからっていうのはね、明らかにおかしいですね。あれ、なんかおかしいですね。はい、はい、はい、はい。なんかさっきおかしなこと言ってますよね。周知との、食物の、ああ、そうだ。はい、すいません。もう一回ね、喋り直します。選択肢の2番のところは喋り直します。さっき言ったね、選択肢の2の内容を忘れてください。ね、図の位置のね、上の部分しか見てませんでした、僕ね、今。図の位置のね、下の部分もちゃんと見とかないといけないですね。こんな風に、して、こんな風にね、くちばしの大きさをね、島 A ではね、大きい方に偏らせた理由をね、偏らせているっていうね、理由を考えなきゃいけなかったのにね、なぜか上しか見てなかったですね。こんなミスしたらダメですよ、皆さんね。こんなミスしたらダメですよ、とか言ってね、教えられてる人にね、そんなミスしてほしくないよって話ですけどね。はい。まあ、もう一回ちょっとね、気を取り直していきます。ね。選択肢2番。ね。
仙台市2番、まずなんだ、仙台市の2番は、週一との、作物の、ベーグル競争を避けるためっていう話ですね。さっきね、はい、さっきはね、勝つためっていう話をしましたね。勝つため。ね、仙台市の1番は勝つためって言った。ね、勝つためやったらね、それはくちばし大きい方がいいですね。勝とうと思ってないわけですね。避けるっていう表現はね、勝とうと別に思ってない。ね、勝つ気は全然ない。とりあえず、ね、そんな戦闘をする。ね、戦闘する、ね。戦ったらね、その分エネルギー使いますね。そんなところにね、エネルギー使いたくないっていう発想です。ね、で、だから、ね、そんなにね、戦ってエネルギー、無駄なエネルギーを消費するぐらいだったら、戦いを避けて、ね、全然ね、みんな食べてないような木の実僕は食べに行くよっていうのが週にだったわけですね。っていうね、考えっていうかね、そういうふうにね、進化していったのが、この週にだったわけです。しまいにはね、そういう方向に週には進化していったっていうことですね。ということですから、この避けるためっていうのはね、まあ、正解と正解ですね。はい。はい。先に、ね、下のやつちゃんとね、見とかないとね、上だけを見てたらね、さっき言ったね、なんか戦いの話ばっかりね、選択肢1からね、引っ張りすぎました。はい。すいません。次。選択肢の、3番、選択肢の3つ目は、週3との交雑が頻繁だったから、ね、週がね、違うのにね、こいつら後輩しませんね。後輩のね、時期がね、違ったり、後輩とか、それね、後輩の時期が違ったり、ね、生殖期がね、もともと形がね、異なってたりとか、してね、うまいことね、修道士はね、主観雑種っていうのはね、動物では、作りにくいです。ね。まあ、たまにね、レオコンとかね、いますけど、まあ、主観雑種はね、基本的にね、ほぼできないものだと考えていいです。ね。はい。ね、ということで、丸様はまず、ね、丸4番。島根で大きな獅子がたくさんあったから、ね、大きな獅子がたくさんあってもね、その大きな獅子がね、くちばし大きな衆さんが食べちゃいます。ね。ということで、衆さんがね、衆さんが食べちゃうんでね、丸4番もバーツですね。はい。それではね、これでね、飲酒まで10番終わりですけどね、で、まとめです。ね。ちょっとね、僕がね、という言葉ぐだってしまったのでね、時間かなり長くなってしまいましたが、この辺のね、問題、ね、この問題、全部ね、まあ、多分15分もあればね、解けます。ね。ちゃんとね、この辺、まあ、この辺、この辺、この辺のね、この適者生存とかね、さっき言った遺伝性、遺伝的多様性、適者生存とかね、まあ、地理学理、生殖理学理とかね、この辺のね、まあ、知識問題はね、余裕で、まあ、サクッとね、一瞬で終わらして、で、ここのね、2問をね、ちょっと考えるっていう感じですね。まあ、ここ5分、ここ10分ぐらいですかね。で、まあ、の時間配分でね、できてるのがね、まあ、理想かなと思います。ね。はい。という場合ね、ぐだって本当に申し訳なかったです。ね。それではね、次ね、演習問題11番なんですけどね、演習問題11番ね、結構ね、難しいんで、よくよく考えてね、からね、動画を見るようにしましょう。ではね、次の演習問題14番、14番、11番へ行きましょう。